誰かの声が聞きたい気分ですね。あの、ココロさん。ああ、ちょうどよかった。レイちゃんにちょっと聞きたいんやけど。なんか、でっかい歯車の夢、見いひんかった？ココロさんも見たんですか？多分それが、再生の歯車です。やっぱりそうなんか。センちゃんにはまだ確認してないけど、偶然やなさそうやね。夢やなくて、天国から現世に戻る瞬間、実際目にしたんやろうな。つまり、いよいよってことや。私たち、一番深い場所まで来たんですね。天国の底。どんな危険があるか、さすがの心姉さんでも想像つかへん。未来ちゃんのことがあるから、焦る気持ちはわかるけど。しっかり準備した方がええよ。わかってます。ここで私たちが間違えば、未来を助けられませんから。安心したよ。いつもの感じや。気負いすぎて、やさぐれーちゃんに変身してたらどうしようかと思った。触れないでください。じゃ、いつもみたいに、また変額で。はい。あの、お礼を言いたくて、パルメニデスに襲われた時、私のこと助けてくれてありがとうございます。その時だけではないです。私はずっとセンさんの強さに助けられてきました。折れないまっすぐな心に支えられてきました。センさん、頼りない私にもう少しだけ強さを貸してください。ああ、それだと借りっぱなしですよね。いつになるかわかりませんが、必ず恩返しをします。説得力ないですね。取り留めのない言葉ですみません。それではまた天国で。どこからやってくるの？忘れた！多分あっち！いいよ、ナナナはそれで。流された！呆れられたよ！そうじゃないよ。次に私たちが行く場所は、多分天国の一番危険な場所だから、みんな口には出さなくても、怖かったり、不安だったりすると思う。私もそう。でも、ナナナがいつも通りのナナナなら、私たちはきっと、いつも通りでいられる。だから、ナナナはずっと、そのままのナナナでいて。大丈夫だよ！ナナナはいつものナナナで、これからもずーっとそうだよ！だから、レイも、ココロも、センも、みんな大船に乗ったつもりで安心してよね。頼りにしてる。ナナナにお任せ！天国でみんなを待ってるからね。新しい試練を追加しておいたぞ。言わずもがな。次は天国の最深層。覚悟して臨むのじゃ。
とえどんな試練だとしても。これが最後の。まだ来てないみたいやね。センちゃんが遅刻なんて珍しいこともあるんやな。センこないのかな。もしそうでも私は何も言えない。センちゃんがうちらを見捨てるなんてそれこそありえへん。うん、センは絶対に来るからもうちょっと待ってようよ。バラバラは嫌だよ。そうやね、確かにこの先は4人揃わんと。不気味でも暗くもないのにここが今までで一番怖いな。そうだよね、全然エンジョイじゃない。どこまで続いてるんか知らんけど、この先に再生の歯車があるんか。レイちゃん、未来ちゃんの魂は？存在を感じ取ることはできます。今は無事ってことやね。後ろからはアナムネシスが迫ってるやろうし、前には歯車。センちゃんがまだやけど決断した方がええかもしれんね。レイ、この場所でお主らと顔を合わせることがあるとは、紋章を刻んだ時はよもや思いもしなかったの。レイちゃんなんてあっという間に魂が粉々になっちゃいそうだったのに。危うさの殻に隠れたイデアの輝きがわしらの想像以上だったということか。キラッキラのイデア、創造主様が全ての人の魂に隠した宝物。わしら天国の管理者はイデアを集め、イデアを変換する。そうしなければ、アレセイヤが生まれてしまうから。お主らは、代行者としての責務をよく果たしてくれている。ここまで長く変国で活動を続けて、それどころか、相入れないはずの勇気まで味方にして。まさに予想外なことほど愉快なことはない。それはうちらのこと褒めてるんかけなしてるんか、二人で独り言言ってるだけなんか、どれなんや。何、わしらはただのガイド役。今のはフェレスと二人で考えた雰囲気作りの余興じゃ。練習したよ。悪魔っちゅうのは暇なんか。代行者がよく働くおかげでな。遅れてすまない。あ、センさん、待っとったよ、センちゃん。あ、お主に来たか。覚悟を決めた？ねえ、それってどっちの覚悟？今、お前たちと言葉を交わすつもりはない。あの、覚悟って？
レイには関係のないことだ。こんな言い方になってすまないが、私の問題なんだ。わかりました。センさんのこと、信じていますから。でも、一人で抱えきれなくなったら、私たちを頼ってください。力になりたいんです。ああ。では、揃ったところで幕を開けるとしよう。ここは、天国の採用。天国の底。死者の魂が行き着く場所。鎮座するのは再生の歯車。魂からすべての記憶と自意識を浄化して、新しい魂として再生するの。未来として蘇りさせたくば、猶予はわずか。アナムネシスと、どっちが早いかな。さあ、今はの時まで。楽しませて。行こう。何があったんか知らんけど、センちゃんが自分から話すのを待つしかない。うちらも行こう。今は集中せんと。天国の底が甘い場所とは思われへんから。さて、千に真実を教えたことがどう出るか。ナナナちゃんの方はどうかな。今はまだ平静を保ってるみたいだけど。多少の兆候はあったがの、何より真実というものは劇薬じゃ。確実に魂の奥深くまで侵食する。毒になるか薬になるかはこれからじゃがな。待ちきれない。それにしてもアルセイヤは血と言い過ぎだったのではないか。つい高まっちゃって。メフィスちゃんは。わしもそうじゃ。年甲斐もなくな。行きます。はっ。いよいよ最後だね。頑張って。ご入り用は何かな。毎度。またのご利用をお待ちしているよ。ふっ、はっせ、やっ、甘い。目障りです、目障りです。この一撃で沈んで。このまま、やった、せい、くらえ。ふっ、えい、やった、目障りです。えい、やった、せい、風に高まけ。えい、やった、せい、くらえ。この一撃で沈んで。えい、やった、ヘルカナ。えい、やった、ぶっ飛んでて。えい、やった、ふっ、はっせ、やっ、恨んで。えい、やった、落ちて。はっせっ、やっ、たまい。ふっ、はっせっ、やっ。はねよ、うがて。
Thank you.
き受けた。ふっ、や、はっ、立ち、ふっ、ふっ、や、はっ、立ち、破弱検証。なすべきことをなす。ふっ、や、はっ、はっ、すい、たっ、ふっ、すい、はっ、ずら抜け、ふっ、すい、たっ、と、ふっ、や、はっ、上から見上げだ、ふっ、すい、たっ、と、立ち切る、勝負どころだ。スイッタッ、ふっ、や、はっ、立ち切る、
スイッチタップトウ名城土産だ。やめろ。罰だ。やっ、立ち切る。いらない、任せる。どうだ、そうだね。ほっはっさ、ほっはっさ、びっくりした。ほっずっと奥まで続いてるみたいやね。天国の底ってどれだけ広いんや。悪いことばかりではない。その分再生の歯車まで猶予があるということだ。そうだよ。太もも出してる人の言う通り。太もも？ああ、確かセンちゃんをそう呼んでたな。の言う通りだよ。未来の魂はまだ存在しています。歯車で浄化されたら記憶とか自意識も消えるわけやから。未来の魂であると私が感じ取れるならまだ無事ということです。ねえ、消えたらどうなっちゃうのかな。全くの別人として輪廻転生、再生を待つのだろうな。大切なものを全部忘れちゃうのはきっと嫌だよね。うちが千と七々に会う前、辛い記憶を忘れてたことがあったんやけど、思い出したくもない記憶やから忘れた方が楽やったはずやのに、今ではそんな記憶でももう二度と失いたくないと思ってる。辛い記憶ですらそうなんやから、大切な人との楽しい思い出やったらなおさらやね。記憶を失うというのは魂が欠けるということ。いびつな形では魂が存在できないようになっているのだろうな。だからアナムネシスも魂を完全な形に修復しようとしている。前にアナムネシスが言っていたんです。もうすぐ会えるって。アナムネシスにも蘇りをしてまで会いたい人がいる。そんな他人を不幸にすることの言い訳にはならへんよ。今うちが前に進んでる理由は一つだけや。この道の先にアナムネシスがいる。この手でアナムネシスを倒すことだけがうちの存在理由なんや。誰にも否定させへん。そろそろ行こう。私もアナムネシスには会わなければならない。レイ、心、セン、ナナナ、頑張るからね。やった、せいくらえ。どうか吹き飛んで。
やった！
どうか吹き込んで。ふっ、はっ、せっ、いや、目障りです。ふっ、はっ、せっ、いや、甘い。ふっ、はっ、せっ、どうか吹き込んで。えい、やった、せい、くらえ。えい、やった、せい、くらえ。この一戦に全てをかける。えい、やった。何かいる。ああ。こいつら、アナムネシスを信奉してた奴らか。ああ。何か、様子がおかしいです。油断するな。襲ってくるぞ。ちょうどええ。アナムネシスの居場所。博士たる。行くよ、ナナナ。え？ナナナ、気味悪いのはわかるけど、しっかりしんや。あ、うん、了解だよ。魂。え、やった、せい。ふっ、はっ、せい、やったまい。えい、やった、セイティです。どうしよう。はっ、やった、邪魔しで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 。困りましたね。やった、せいくらえ。ふっ、はっ、せっ、やったまい。困りましたね。えい、やった。
はっせっやっ甘いえいやっさせいどうか突き込んでふっはっせっやっ甘いまだふっはっせっやっ散って目障りです羽ようがてこの一戦に全てをかける答えろお前らがいるってことはアナムネシスもすぐ近くなんやなああそんなんでごまかせる思ったら大間違いやああもうええこいつらほんまなんなんやナナナが気味悪がるのも当然や意思疎通ができないみたいでしたけどそれくらい魂が崩壊しているということなのだろうそれより急ごうよみんなせやな確実に迫ってるのは間違いないんやだから同じ霊ちゃんを大切に思うものとしてナナナちゃんにいいこと教えてあげるいいこと？これは助言だよこれを聞いてあなたがどうするかはあなたが決めるのいい？この先あなたはその魂の中身をすべて失うことになるよえこれから向かうのは再生の歯車が安置されている場所だからね近くにいるだけで浄化の影響を受けるってことだよ。ナナナ、消えちゃうの？悲しい？ねえ、悲しい？でも残念！これはどうしようもないの！霊たちも死者じゃない代行者や、魂の修復をほぼ終えたアナムネシスは大丈夫。近づくだけで影響を受けるのは、魂が壊れた勇気だけだよ。ナナナちゃんみたいな！ね。ナナナ、どうなるの？それでも、霊たちの助けになれる？この話聞いても、まだついていくつもりなの？僕が言うことじゃないけど。ねえ、正気？正気なの？それとも、狂いすぎてわかんない？ナナナ、約束したから、霊たちについていって、必ず役に立つって。素敵な覚悟ね。だったら、少しでも長く自意識をつなぎ止めて。そうしないと。すべてを忘れちゃって、愛しの霊ちゃんが餌にしか見えなくなるかも。ナナナは、絶対に、最後まで、エンジョイな、ナナナのままだよ。はっせっやっ
加減散って、せっはっせっ落ちてくすはっせっやったまいた真っ暗えい、やったせい、目障りです、えい、やったせい、くらえ、あとは心配だよ、ほっほっほっはっはっ、びっくり、おいしく食べてね、おいしく食べてね、キュワ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 、えい、それやっ、じゃじゃーん、おいしく食べてね、おいしく食べてね、ほっはっはっ、びっくりした、好ましくないな、びっくりした？ 1、2、4、じゃじゃーん！ ほっ、はっ、たー！ びっくりした？ 1、3、4！
切る。はっ、スイッタッと立ち切る。はっ、スイッタッと。Thank you.